ダウンタウンの松本人志が3月31日に放送された笑っていいともグランドフィナーレ感謝の超特大号で共演したトンネルズの印象について語った。4月7日に放送されたフジテレビ系ヘイヘイヘイ2014超豪華アーティストにゴリゴリ絡みましたスペシャル春でスマップと共にいいともグランドフィナーレ話に花を咲かせたダウンタウン。同番組では不仲説が囁かれていたダウンタウン、トンネルズ、爆笑問題の3組が突然同じ舞台上に入り乱れるハプニングが話題となったが、スマップはダウンタウンに不仲説の真偽についてストレートに質問した。すると松本人志と浜田雅俊は声を揃えて、いやいや、だって共演もしてへんのに、そんなん不仲になりようもないと、世間が話題にするほどの不仲意識は、本人たちにはなかったことを明かした。そんな不仲説も逆手に取った、いいとも最終回で、晴れて共演を果たしたトンネルズについて尋ねられた松本は、大きかった。思うてたよりでかいなぁ、と印象を語った。